ステイホーム企画本読みボリューム1面接シチュエーション。 A 君が公園清掃のバイトに応募、面接のため B さんのいる管理事務所にやってきた。 B さんは事務所のデスクに座り、弁当を広げテレビを見て笑っている。 A 君は何度かノックするが反応がなく、自分でドアを開ける。よーい、アクション。すいません。ん？誰？あ、バイトの面接に。バイトの面接？あ、失礼。あれ、もう13時か。まあ、いいだろ。あ、どうぞ。すいません。あ、ちょっとごめんなさいね。顔大丈夫か。まあ、座って。どうぞ。はい。よし、後藤って言います。 あのバッグ後ろ置いてもらって大丈夫でしょう。すいません。ごめん、名前、履歴書持ってきました。あ、はい、すいません、ごめん、名前なんだっけ。太田です。太田、はい、太田ね、太田くん、はい、太田くんってさ、 B 型？いや、A です。 A 型か、A 型ね。 A 型、ちょっとこの仕事向いてないかもね。え？冗談だよ、冗談。すごい声してて、いいね、大手くん、いいね。これ、履歴書です。あ、どうも、はい、どうも、大手くんの履歴書っていうことで失礼します。はい、大手くん、大手くんなのに大手くん住まいじゃないの？はい、すいません、大手くんじゃないんです。うん、あ、バッグ後ろ置いてもらって大丈夫でしょう。すいません。あ、しかも太田、点がある方の太田で、なんで太田区は違う太田かなと僕は。ああ、なるほどね。すいません。あ、なるほど。細かいな。点ぐらいよくない？免許、色彩検定の免許を持っている。はい。なんかクリエイティブ系ですか？いや、なんかちょっと興味本位で撮ってみようかなと思って。興味本位で撮れるもんなんですね。なんかご、そうですね。でも言われてみればなんかグラフィッカーって感じがありますね。すいません、なんか A 型の大手くんで。 A 型の大手で言ってる、言ってくんで、ひげがいい感じにして。先生、剃ります。もし採用であれ、もし、はい、ダメであれば剃ります。あ、いや、でもそのままでいてほしいと思います。あ、本当ですか。いや、なんか嬉しいですね。はい、そのままでいてほしい。じゃあ、今日はこれで終わります。あ、お、え、終わりですか。あの、先行、何終わりですか。先行結果はね、後日お電話お伝えしますんで。いや、すいません、面接って聞いてて、なんかもっとこう、なんかここに書いてないことでもある？いや、特には、いや、特にはないですね。すいません。うん、特にない。はい、じゃあ大丈夫です。私も仕事戻るんで。今って何時か分かります？あ、はい、12時37分です。12時37分。はい。やけに早かったね。あ、すいません。真面目な大手くん。いや、恐縮です。ありがとうございます。A型で。
もひげが生えてるって。あの、嫌でしたら、あの、剃りますよ。いや、オタクはあった方がいい。あ、本当ですか。そのギャップがいいと思います。何のギャップですか。A 型なのにひげが生えてるっていう。それ偏見じゃないですか。 A 型でひげが生えてる。 A 型なのに。オタクに住んでない。いや、 A 型なのにひげ生えてるって別に良くないですか。ダメですか。今日は以上です。お疲れ様でした。すいません。はい、確かに。ありがとうございました。よろしくお願いします。はい、じゃあね。はい。電話します。待ってます。はい、はい。